マケドニア王国、マケドニア王国は、紀元前7世紀に古代ギリシア人によって建国された歴史上の国家である。現在のギリシャ共和国西マケドニア地方、中央マケドニア地方の全域と、北マケドニア共和国南東部ドイランボグダンツイ、ゲブゲリア及び南西部レセンオフリド各基礎自治体の一部、ブルガリアブラゴエブグラト州のギリシャとの国境地帯、アルバニアのポグラデツ県、 コルチャ県、デボル県の一部にまたがる地域にあった。北西ギリシア方言群の一つである、マケドニア方言を話した。マケドニア最初の王朝であるアルゲアス朝は、ドリス系のギリシア人により建国された。都市国家を形成せず、一夫多再生を取るなど、古代ギリシアの他の地域とは違う制度を有していたが、言語と宗教は古代ギリシアのショポリスと同一であった。また、 アルネアス・アサは、平クレースの血を引くと称し、アレクサンドロス一世が古代オリンピックにも参加した。ギリシアとアケムネス町、ペルシアの中間に位置したマケドニアは、自らがギリシア人であることを自覚していたが、ペルシア戦争では、アレクサンドロス一世の指導の下、ペルシア側に就いた。しかし、ペルシア戦争中も親、ギリシア的な姿勢を崩さなかった。戦後、 ギリシア地域へのペルシアの影響力が後退すると、親、ギリシア的政策をますます推し進め、同盟を結んだり、人質を有力国へ送ったりして、友好を図った。アレクサンドロス一世の子にあたるペルディッカス二世の時に、ペロポネソス戦争が起きたが、マケドニアはこれに参戦せず、領土を拡張しつつ、国内を整備して、国力の向上に努めた。またそれまで、 愛以外、現、ベルギナにあった塔、やや北方のペラに移した。ペルギッカスの子アルケラオス一世は、積極的に、ギリシア文化の需要を図ったが、これは、文学などの需要にとどまり、社会体制の変革を伴うものとはならなかった。紀元前三九十九年、アルケラオスは暗殺された。この後、多い継承争いが起きるとともに、イリュリアからの攻撃をたびたび受け、 国内は長く安定しなかった。紀元前359年、ピリッポス2世がニ位ペルディッカス3世への戦死を受け、兄のイジアミュンタス4世の摂政となり、魔をおかずして、老いを退け、マケドニア王に即位した。当時の教国の一つだった定売に3年の魔を突出として滞在し、その政治や軍事を学んだピリッポス2世は、ギリシア先進文化を積極的に取り入れ、 国政の改革や国力の増強に努めた。そして、紀元前338年、カイロネイアの戦いで、アテナイテバイ連合軍に勝利し、翌紀元前337年には、スパルタを除く、全ギリシアを統一するコリントス同盟を結成し、その名主となった。紀元前336年、ピリッポス2世が暗殺され、その息子アレクサンドロス3世、 大王が後を継いだ。アレクサンドロスは、紀元前334年に、ペルシアへの遠征を開始し、紀元前333年のイッソスの戦いで、ペルシア王ダレーオス3世の軍を打ち破り、アルベラガウガメラの戦いで再び、ダレーオス3世率いるペルシア軍を撃破し、ペルシア征服を実現させる。ペルシアの征服に成功した後も、 アレクサンドロスの東方への遠征は続き、インドの外辺まで支配下に収めた。この世界帝国の実現によって、ギリシアの文化や考え方が各地へと広まるだけでなく、東西文化の交流や民族の融合が盛んになったヘレニズム。紀元前323年、アレクサンドロスが後継者を決めないまま救世すると、配下の将軍たち、ディアドコイによる、 ディアドコイ戦争が勃発した結果、アルメアスアサは断絶した。ヨーロッパ側領土には、アンティパトロスアサがたち、アンティゴノス朝が、コアジアにより、三者の争いの中で、アンティゴノス朝が生き残った。アレクサンドロスの帝国は、マケドニアのアンティゴノスアサ、エジプトのプトレマイオスアサ、シリアのセレウコス朝の三つに分裂した。その後マケドニアは、 地中海世界に勢力を拡大する、共和制ローマの圧力に直面することとなった。第一次マケドニア戦争、紀元前214年、紀元前205年では、勢力を保てたものの、第二次マケドニア戦争、紀元前200年、紀元前196年に、敗れた後、第三次マケドニア戦争、紀元前171年、紀元前168年の敗北によって、ペルセウスは、 捕虜となりはい、アンティゴノス朝は滅亡して、マケドニアは四つの共和国に分割された。第四次マケドニア戦争、紀元前149年、紀元前148年での反乱がローマに鎮圧されると、紀元前148年ローマの属州の一つ、マケドニア属州となった。当時ギリシア世界で最も先進国であったテーバ外で学んだ知識を活かし、ピリッポス二世は、 積極的に国家改革を推し進めていった。ピリッポス二世が改革を実施する以前は、マケドニアは貧しく、山野に放牧して暮らしていた。地域も豪族による世襲支配が根付いており、同じく豪族社会であった、ホメーロス時代の遺産が健在でった。ピリッポス二世は、キリシア先進地帯を手本とし、ポリスを作ることによって、牧羊民が安心して暮らせるようにし、 市民共同体も創始した。また、同時に地域を支配する豪族を宮廷貴族とすることによって、中央集権的な体制も整えていった。の金鉱山やトラキア公益地点なども確保し、財政も豊かになった。軍隊にも改革を施し、王の仲間の意である、聖域兵隊ヘタイロイに続き、ペゼロイ隊という精鋭重装不評部隊も創始した。 デゼロイ隊も王の仲間という意味があり、これによって王と民衆の距離が縮まり、連帯精神や仲間意識が育まれた。マケドニアでは王があらゆる決定権を持つが、民衆も王に対して決定権を持つことがあった。マケドニア民会は、王位継承の際には、自王の後継者を多数決で選ぶことができた。こうして王と民の距離はさらに近いものとなり、彼らの絆は、 忠誠心だけではなく、仲間意識でも構成されていた。この仲間意識はファランクスにおいて、極めて重要な概念であり、重装不評部隊は、さらに強固なものとなった。ファランクスの武器は、サリッサという5メートル以上にも及ぶ長大な槍を採用し、これは、通常のポリス軍が持つ2.5メートル前後の槍を、はるかに凌ぐ大きさであった。攻撃力は凄まじいが、 その代償として、両手で槍を持たねばならず、盾は、肩からかける、軽いものになり、防御力は低下した。確かに攻撃力は、ギリシア随一であったが、従来の槍を装備したファランクスに敗れることもあり、無敵ではなかった。このように、国家改革を推進したピリッポス二世は、ギリシアで、新興国だったマケドニアを強国に変貌させ、葉を唱えるまでになった。彼は、 アテーナイのイソクラテスの指導に従い、アケメネス朝を打倒すべく東方遠征の準備に取り掛かることになる。マケドニアは古くから全ギリシア祭典であるオリュンピア祭に参加していた。初めて古代オリンピック紀元前496年に参加したマケドニア王はアレクサンドロス一世である。彼はヘイラクレースを祖先とするマケドニアの建国伝説を語り、 ヘラノビコスからギリシア人であると認められた。アレクサンドロス・一世はスタディオン層で到着一位となり、その結果決勝の再レースが行われたが、そこで敗れてしまい、結局スタディオン層優勝者のリストに彼の名前が入ることはなかった。アレクサンドロス・一世のオリンピア再参加は、マケドニアの親ギリシア政策による絶像であるとする説もあるが、 現在のところオリンピア祭参加を事実とする説の方が極めて主流である。オリンピア祭はギリシア人にとってこの祭典であり、それに関する出来事はギリシア世界において周知の事実であって、鉄道することは極めて困難であるからである。鉄道説はボルザを代表とする少数の研究者グループしか主張しておらず、彼ら以外のほとんどすべての研究者は事実説をとっている。 このことからも、アレクサンドロス一世へのオリンピア祭参加は、事実見てまず間違いない。その後、アルケラオス一世も、オリンピア祭に参加したと伝えられている。彼は、デルポイの全ギリシア的大祭であるピューティア祭にも、参加したとの記述がある。優勝者リストに、彼の名前がないことから、これも、鉄像とする説もあるが、真偽のほどは、歴史の闇に葬られたままである。 また、アルケラオス一世はマケドニアにあるディオンというゼウスの新域にイオンのオリンピア祭という全ギリシア的祭典を創始した。この祭典にはマケドニア人をはじめとする多くのギリシア人が参加しに来たという。アルケラオス一世から40年間は、マケドニアは停滞と混乱の暗黒期に入り、オリンピア祭に関心を寄せていても出場できる状況ではなかった。 これを打ち破ったのがピリポス二世であり、彼は即位後初のオリンピア競技に出場し、見事優勝を勝ち得た。これを記念し、オリンピアにちなみ、未だ陽名であった妻に、オリンピアスという名前を付けた。また、オリンピアスの生んだ息子の名前を、マケドニア史上初のオリンピア競技参加者である、アレクサンドロス一世から取り、アレクサンドロス三世と名付けた。アレクサンドロスは、 オリンピア祭には、並々ならぬ敬意を払っていたが、参加することはなかったようである。アレクサンドロスの足の速さに驚嘆した自重は、オリンピア祭参加を進めたが、彼は、参加者が皆、王であるならば参加しようと言い、結局参加しなかったという。マケドニアの建国神話は、異説もあるが、最も有名なのは、ヘロドトスの伝える建国神話である。 ヘイラクレースの彦であったテメノスがアルゴスの王位を継承し、その子供たちがテメノスの王位継承をめぐって争いを起こした。この時、敗れたペルディッカス一世は兄たちと共にレバヤという上マケドニアの町に亡命したが、ここで強調が現れたとして、さらに追放された。ペルディッカス一世は兄たちを引き連れて、さらに放浪とし、 最終的には、ミダスの園と呼ばれる場所の近くに定住した。そこを拠点として、彼らは周囲の土地を征服し、マケドニア王家を創始した。したがって、マケドニア王家はアルゴスを故郷とし、さらに、ヘーラクレースの血を引く優緒正しき英雄の血筋で、あるとした。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。